源頼朝は1147年、尾張の国にて父の源義朝と由良御前の間に生まれます。三男として生まれますが、実母が正室であったために、生まれてからすぐに後継者として高い教育を受けて育ちます。少年時から後白河上皇の王子、二条天皇に仕え、九郎殿に任じられます。とても優秀で昇進が早く、まさにエリートコースを歩んでいました。そんな中、1159年に父源義朝と共に平清盛を打倒すべく初陣します。これが平治の乱です。これまでエリートまっしぐらであった頼朝でしたが、この戦いは敗北に終わります。父義朝は死刑、そして頼朝は死刑こそ免れたものの、伊豆の国に流刑となってしまいます。頼朝の流人生活はなんと20年にも及んだと言われています。その20年間、監視こそ緩やかであったものの、土地を持つこと、または家来を持つことなどはもちろんできず、社会的地位は否定されておりました。そんな中、30歳となった頼朝は、1177年にあの北条政子と結婚します。北条家は罪人である源頼朝との結婚を最初は認めようとはしませんでしたが、2人の意志が固かったことから結婚は認められ、頼朝は北条氏という後ろ盾を得ることになります。頼朝は流人生活を終えた後、畿内を中心に打倒兵士の機運が高まっていたのです。頼朝は伊豆の国を出て鎌倉に向かいます。しかし平氏へ臨んだ石橋山の戦いでは、多勢に無勢でかなわず平家方に惜敗してしまいます。この敗北を機に頼朝は再起をかけて仲間を集め鎌倉に入ります。各地の豪族らもこれに相乗りし、平氏打倒への意識が皆上がっていったのです。そんな中、勢いのついた頼朝を見て平清盛は恐れ、早期に頼朝を討つように指示をするのです。次第に両者の戦いが盛り上がりを見せる中、平清盛が突如病気にて亡くなります。清盛を失った平氏はかなりの戦力ダウン、徐々に弱体化していきます。頼朝は1185年の壇ノ浦の戦いでついに平氏を倒すことに成功します。これをきっかけに頼朝はさらに勢いづき、全国に守護・持統を設置します。そして1192年、頼朝は征夷大将軍となり、明治とともに鎌倉幕府が誕生します。1199年、頼朝は息子頼家に次期将軍を託すかのように亡くなります。享年51歳でした。いかがだったでしょうか。感度の鋭い若い時期を厳しい環境で育ちながらも、その逆境にくじけることなく将軍まで上り詰めた頼朝。数いる歴史上の人物の中で彼の人気が高い理由も頷けるのではないでしょうか。